皆さんこんにちは。久しぶりのカトリック入門講座ですけれども、いつものようにお祈りから始めたいと思います。十字の印をして、3つの大切なお祈りを唱えましょう。父と子と聖霊の御名によって、アーメン。主イエスが教えてくださった主の祈りを唱えましょう。天におられる私たちの父よ、皆が聖とされますように、御国が来ますように、御心が天に行われる通り地にも行われますように、私たちの日ごとの糧を今日もお与えください。私たちの罪をお許しください。私たちも人を許します。私たちを誘惑に陥らせず、悪からお救いください。アーメン。聖母マリアに祈ります。アベマリア、恵みに満ちた方、主はあなたと共におられます。あなたは女のうちで祝福され、御体内の御子イエスも祝福されています。神の母聖マリア、私たち罪人のために、今も死を迎える時もお祈りください。アーメン。栄光は父と子と聖霊に、はじめのように、今もいつも世々に。アーメン。父と子と聖霊の御名によって、アーメン。今日はカトリック入門講座の7回目になると思います。まあ、その都度テーマを変えて、まあ、カトリック教会の、まあ、教え、またイエスの考え等を紹介していますが、まあ、いろいろ反響といいますか、ご意見とか感想をいただいています。まあ、この講座っていうのはいろんな進め方がありますし、どこに焦点を絞って進めていくかということもありますし、まあ、今はこのコロナ禍にあって、このオンラインでですね、カトリックの入門講座、キリスト教入門講座、そういったものがどんどん増えていってますね。私も、まあ、自分のものをチェックしたりするわけですけれども、まあ、その度にというと極端ですけれども、またこういうのが始まってる、またこういうのが始まってる、この神父さんも始めた、この神父さんも始めたっていう、そういうことに気づきます。昨日も新しく気づいたんですけれども、聖パウロ修道会という、まあ、マスコミメディアを通して福音を伝えるという使命を持たれている修道会ですから、出版とかですね、そういうことをされていますが、そこの神父さん、神学校時代に一緒に学んだ神父さんですけれども、短いですね、ワンポイント のカトリック入門講座を始められました。すごく懐かしくですね、昨日拝見させていただいたんですけども、とても短いプログラムです。そしてすごいシンプルで、基本的なことを話しておられました。私はなんかね、もう1時間ほど長い長い、講座で、まあ、話があちこち飛んだりもするんですけれども、まあ、それはそれでいいかなと。それだけいろんなやり方、そしていろんな方が講座をされるということは、やはり受け止める側にとってはですね、とてもいいことだと思いますね。やっぱりこう合う合わないとか、興味の同じカトリックについてでも興味の違いもありますし、そういうことが選べるというのはとてもいいと思いますね。それでまずはご自分の、まあ、興味、また波長が合う、そういったお話からお聞きになって、そしてあと
まあ、それだけではなくてですね、もちろん自分の興味のところだけではなくて、新しいことを学ぶというそういう気持ちも大事でしょうから、他の講座を見て覗いてみるとか、そういう意味ではとてもこのコロナ禍の中にあってですね、豊かに、その面は豊かになっていってると思います。でこれがなければですね、おそらくこんなにオンラインでですね、講座っていうのが広まってはないと思いますね。最近本当にいろんな分野でいろんな分野の方がやはりコロナ禍にあって、このコロナ後の世界はどうなるかということを今本当にたくさんの方がお話しするようになりました。いろんな考えが示されるようになりました。まあ、いつ収束するか、まあ、収束しないでしょうと、これからコロナウイルスと付き合っていかないといけない、また元には戻らないだろうと、そしてまあ元に戻ろうとする動きもあるけれども、もういやこれを機会にやっぱり新しく前を向いて行きましょうという、そういう動きというか考えが私は本当に素晴らしいと思うんですけれども、そしてそうなるとならざるを得ないと思うんですが、そういう傾向が見られるような気がします。この今カトリック教会においてもですね、やはり今このコロナ禍の中にあって、今まで実際まあ宗教ですから、こう宗教活動とかそういったものをずっといろいろなことを今までしてきたわけですけれども、そういうものができなくなったり、ほとんどできなくなった、その中で、まあ過去だけ見ていればですね、できなくなった、あれもできない、これもできないってすごくもうマイナス思考になって、どうしようどうしようになるんですけれども、さて、何がより大切なものだったんだろうと、そしてこれから何が残っていくんだろうと、そういうのをやはり考える、まあこういうことがなければ考え、みんなでですね、より多くの方が考えるということはとてもないんじゃないかと、ある方は言われてますね。このコロナ禍の、まあ、今年含めてですね、この 2,3 年はひょっとしたら、10年いや20年いや100年分の変化をもたらすかもしれないと、一気に5年ぐらいでね、それは今までの生活習慣とか、それから、思想を含めて、また意識の問題とか、そういったことを言われる方もおられます。私もそのような、まあ、予感がしているわけですね。まあ、いろんな私たちが住んでいる社会で、まあ、社会一つなんですけれども、そこにいろんな分野がありまして、それぞれの分野でそれぞれの方がいろんなことを考えていらっしゃる。まあ、私とこの場はですね、カトリック教会というその、まあ、立場、視点からですね、教会自身を見つめ直すし、それから、まあ、その視点で、まあ、世界を見ていけたらなと、そういうふうに考えています。それで、まあ、入門講座として、先ほども言いましたけれども、いろんなやり方がありますが、私は、やっぱり現実の、足元のところからちょっと見ていきたいなと。もちろんこの2000年前からイエスから始まったということも言えますけれども、それが今にどういう影響を受けて今なってて、これからどうなっていくんだろうというところですよね。そのところを見るために今日はですね、葬式、ね、それにまあついて通夜とか、そしてまあ人生の終わりとか、まあ、死後の世界、そしてそれと関連してすでに旅立たれた方たちとのつながり、まあ、祖先崇拝であったり先祖との関わり、またすでに旅立たれた方とのつながりはどういうふうに、まあ、カトリック教会は考えているんだろうかということ、そういうことをちょっと紹介したいなと思っています。それで、資料を少し準備しましたが、一つはですね、この間第二バチカン公会議というものを見て、そしてそこでいろんなことが変わったということを紹介しましたが、1960年代の会議でしたね。そしてその影響を受けてですね、こういう小冊子ができました。これは
1985年に第一冊が出たものですね。1985年の1月ですから、まあ皆さん振り返って1985年ってどういう時だったかなと、まあ今からもう35年前ですかね。35年前にですね、この祖先と死者についてのカトリック信者の手引きというこういう小冊子が、発行されました。でこれは今もう絶版になってましてね、それで私ももう、まあこの特に洗礼入試の一席を準備するときに、必ずこのことについて触れます。お墓のこととか結構皆さん気にされますし、洗礼を受けるときにご自身だけお一人だけが家族で洗礼を受ける、そしたらお墓のこととかどうなるんだろうという、そういうのは本当に具体的な課題でしたね。ですからまあ必ずプログラムに入れてましたが、ただいつも一番終わり頃にお話ししてたんですね。一番終わり頃に。そして、そこでまあカトリック教会の考え方、またしていることを お知りになってですね、ああ、今まで心配してたけどよかったと。例えば納骨、ね、教会の納骨室、納骨堂に信者でない方のお骨も埋葬することができる。そういうことできてたんですね、と。まあ、そのことが気がかりで気がかりでと。まあ、そういうお墓に関しての、疑問とかお悩みは、とても多かったですね。そして今もそれはあると思います。しかし35年前に教会はですね、その第二バチカン公会議の考え方に基づいて具体的な、まあ、指針をこういうふうに出しました。でこれはカトリック中央協議会がもうたくさんのパンフレットとか本も出してますけれども、最も出た、ものの一つと言われていますですね。今はもう絶版になってます。それで、まあ、参考にということで今日はコピーをして、皆さんにお渡ししていますが、まあ、これも参考もないから仕方ないですね。ですから、進めていきたいと思うわけです。でこれは祖先と死者についてのカトリック信者の手引き、そしてこれが絶版になりましたけれども、もっと立派なものが実はできたんですね。その後にこういう本になりました。そしてこの本ではですね、カトリック教会の諸宗教対話の手引き、少し範囲を広げましてね、お葬式とか祖先崇拝だけじゃなくて、他の宗教もそういった弔いとか見送りとかいろいろあります。でそういうこととか祖先崇拝のこととか、どういうふうに考えてらっしゃるのか、また、どういうふうに関わっていったらいいのかとか、そういうことをここに、この中、これもですね Q&A で示されてるんですね。時々解説がありました。でこれは同じところから出ています。日本カトリック司教協議会、それで、これが出たのはですね2009年、まあ最近といえば最近ですけども、20年前ですね。だから35年前にこれが出てもう絶版になって、そして2009年にこれが出ました。そしてこれは150円だったんですよ。だからすごくそういうこともあって行き渡ったと思いますが、これはまあ今860円と税ということで、それでもそんなに高いものではないかなと思いますが、お仏壇の備えとかね、お彼岸やお盆の時どうしたらいいんだろうかとか、そういうことがここに含まれています。ですからもし皆さん必要、後でご覧になって必要と思えば、これは今ありますので、お求めになられたらとても役に立つかなと。墓の方位、方向までなんか書いてますよ。厄払いのこととか書いてますよ、ね。墓の方位が悪いので厄払いをしていただくということはカトリックでもするのでしょうかと、ね。見てみたいとか知りたいとかね、
家の墓は代々寺の中にあります。墓参りの時どうすればよいでしょうか。私はカトリック信者ですが、先祖も両親も他の宗教でした。どのように追悼したらいいでしょうかですね。そういう、ひいてはですね、その子供におみこしを担がせてもよいでしょうかとか、お祭りの協賛金を出してもよいでしょうかとか、もう具体的にですね、やはり宗教絡みの問題、課題が出てくるわけですよね。地域のお祭りに参列してもよいでしょうか。地域のお祭りに参列してもよいでしょうか。今ほとんどの方が疑問を持っていらっしゃらないと思いますが、こういう問題が出るということは前は禁止されてたということが匂いますよね。実際戦時中、戦前からでしょうか、カトリック信者は鳥居をくぐってはいけないと、これはとても大きな問題だったんですよね。訴訟になったりしたこともありましたですね。そういう皆さんがやはり知りたいのはそういうことじゃないかなと。結局宗教っていうのはそういう生活のいわば生活習慣形ですので、その宗教が変わったら今までしてたことはどうなるんだろうかと、当然の質問だと思いますね。そしてその背景にはそのやっぱり考え方があるわけで、そういうものも少し含めて一緒に少し見てみようかなと今日思ったわけですよね。ですからこれと、それからカトリック教会の諸宗教対話の手引きということ、それから具体的に葬儀についてですね、こういう本もあります。キリスト教葬儀の心、愛する人を送るためにというね、これも具体的なことがたくさん出ています。突然亡くなられた場合とかですね、それから いろいろ載ってますね。どういうふうに通夜をするのかとか、葬儀をどのようにするのかとか、香典のこととかお花のこととか、そういうことやはりね、気になるところです。そういう知識の面では、こういう本をご利用されれば、解決というものがそこで得られるかもしれません。それで私が今勤めているその大森教会と鳥栖教会ではですね、やはりこの当然葬儀があるわけです。亡くなられる方いらっしゃいますのでね。それで旅立ちの準備についてという、旅立ちの準備についてという、こういう A4 で裏表ですね、皆さんの助けになるかなと思ってこういうプリントを作っています。でこれは結構具体的なことと考え方を書いてるんですが、これに沿ってずっとまず行ってみたいと思いますね。旅立ちの準備です。私たちは生きていて、いつかこの世での生活が終わるわけですよね。そして、死ぬという、その死というのは終わりではなくて旅立ち、私たちは神から命を分け与えられて、そしてまた戻るんだと。でその旅立ちは誰にとってもあるものですね。だからそれの準備について、準備をしていたらいいのではないでしょうかっていうのが一つの考えです。でイエス・キリストの復活を信じている者にとって、死は全ての終わりではなく、神が準備してくださっている永遠の宴に預かることです。あちらの世界といいましょうか、死後の世界についてはいろんな表現の仕方があります。来世とかですね、それから永遠の宴に入るとか天国とか、いろんな表現があるし、それも宗教によってその表現は違っているわけですが、あの世とかですね、カトリック教会ではですね、神が準備してくださっている永遠の宴、
が宴会があると喜びの世界に入るんだと、神と共にある、そして愛する人たちと共にいる、そういう世界だと、それで死を考えることはよりよく生きることにつながりますと。これはもう今や一般論ですね。死を考えることはよりよく生きることにつながる、よりよく生きることにつながる。これは先日亡くなられたデーケン神父さん、彼は死生学の死と生、生きるね、死と生学という学問になってますけれども、その、まあ、先駆者であり、まあ、もう専門の方ですよね、生死学。デーケン、アルフォンス・デーケン神父、先日亡くなられた。彼の影響、いい影響はたくさん、広がっています。で、死を考えることはより良い生につながるということ。そしてまた、先祖や起点された方のために祈ることは素晴らしいことです。この祈りは、安息を祈る。教会では永遠の安息とかいう表現をします。そして起点するですね。冥福を祈るっていうのは、これは仏教の方から来てる。冥土とかですね。ご冥福とか。ですから、まあ厳密ではカトリック教会はあまり使わないんです。冥福を祈るという。永遠の安息を祈るというように表現をします。そして、亡くなられることもですね、まあ旅立ちと言ったり、まあ起点すると、天に帰るという、そういうふうな表現が定着してきました。それで先祖やそして起点された方のために祈ることは素晴らしいことであり大いに進められることですと、ね、だからこの先祖や起点された方のために祈るって何を祈るかというのは、それは永遠の安息を祈る、ね、でもこれはね、もう起点された、亡くなられたらすぐ私たちは起点されたと言うんですよね。そしてお通夜でも、それから葬儀でもですね、起点されたどなたのために祈りましょうって、何を祈る？通常はですね、いわゆる安息を祈る。今亡くなられた方が永遠の安息に入られますようにということですよね。そこにはどうしてもね、私たち時間と場所で三次元で生きているものにとって、それ以外の世界は想像することしかできないんですよ。体験できない。だからどうしても時間場所とかそういったことで表現します。でも永遠の世界に入る、で永遠の世界ってどういうものか私たちはまだ経験してないんですね。でもこのカトリック、キリスト教でいうのは、永遠の世界ってもう今から続いてますよと、今生きてる私は、ね、この世での死はある、この世での生は終わりがあるけれども、それは同時に次の新しい世界に入ることですよと。だからイエスはその天の門を開いてくださったとか、そういうまあいろんな表現があります。で、それは他の宗教も私は詳しくないんだけれども、まあ、このように私たちが生きている限り、どうしてもこの時間とこの三次元にね、制約されている。で、だから亡くなって起点された方って言いながらその安息を祈ったりしてる。よく考えたらちょっとおかしいよね。タイムラグがあるよね。でもそこは誰も追求しない。それは他の宗教でも一緒だと思います。だからそこからですね、亡くなってすぐ天国に行くかと、で天国もやっぱりどうしても場所的に考えてしまうんですよね。我々はもう場所で生きてるから。だからそのそしたら天国ってどういうとこかなって、でまあ、イエスもその天国にはいっぱい席があるっていう表現した、ね、あなたのために用意されてるって。だからそういう私たちはそういう、まあ、一つの限界の中でしか理解することはできません。ですからそれを通して何を例えばイエスは言おうとしたかということを見ると、まあ、少しいい事柄が明らかになっていくかなと、そういうふうに思いますね。ですからまあ先祖や起点された方のために祈ることは素晴らしいことです。ね、そしてその祈りは安息とか、ね、冥福を祈ると同時に、もう私たちは信じてますから、亡くなっても今生きてらっしゃると信じてるので、その方のとの思い出を感謝したり、ね、もし
その人が私に許しを求めているのであれば許すし、逆に私がその人に許しを求めているんだったら許しを求めるとか、そういった、まあ、つながり、こう生きてて直接にこう共にいるという、また別の存在の様式といいますかね、それを私たちは説明できないけれども意識しているわけ、それをある意味で、まあ、復活と呼んだりもしていますね。私たち死ぬ私たちは決して蘇生しない、まあ、医学的にちょっと蘇生したにしてもまた死にます。必ず終わりがあるんですよね。死があります。で、そこから目をそらすことはできないということですね。でも何よりも生きている間に神様とのつながりを大切にしていただきたいと思いますと、ね、それでここにですね、イエスの言葉を引用しています。神は死んだ者の神ではなく生きている者の神なのだと、ね、これはちょっとどこか箇所を変えてませんが、マルコ福音書の12章の27節、この間聖書の見方をしたと、探し方をしたと思いますが、ちょっと開いてみていただけますか。福音書はマタイ、マルコ、ルカ、ヨハネの順番ですので、マタイ、マルコ、福音書2番目の福音書ですね。それの12章の27節。そこには、神は死んだ者の神ではなく、生きている者の神なのだ。次の言葉です。あなたたちは大変な思い違いをしている。どういう思い違い？この話はですね、ちょっと前見ると18節ですね。12章の18節。新共同訳聖書には込み出しがついています。復活についての問答という込み出しがついていますね。復活はないと言っているサドカイ派の人々がイエスのところに来て尋ねます。先生、モーセは私たちのために書いています。ある人に兄が死に妻を後に残して子がない場合、ね、子がなくて亡くなった。そして次また兄弟をめとったりいろいろして、そしてでもまた子ができなかったと。ね、それで、12章の22節ですね。こうして7人とも後継ぎを残しませんでした。最後にその女も死にました。復活の時、彼らが復活すると、その女は誰の妻になるのでしょうか。7人ともその女を妻にしたのです。ね、イエスは言われます。あなたたちは聖書も神の力も知らないから、そんな思い違いをしているのではないか。死者の中から復活するときは、めとることも、嫁ぐこともなく、天使のようになるのだ。死者が復活することについては、モーセの書の芝の箇所で、神がモーセにどう言われたか読んだことがないのか。私はアブラハムの神、イサクの神、ヤコブの神である、とあるではないか。私は死んだ者の神ではなく、生きている者の神なのだ。あなたたちは大変な思い違いをしていると。ね、こういう言葉を、まあ、マルコは伝えています。イエスのこと。これはとても大きなヒントになりますよね。先ほど私少しお話ししましたが、もう限界です。私たちのこの思考の限界。そして死はやっぱり体験しないとわからない。死にかけたということを、または一旦死んだけども蘇生したい方もいるでしょう。でその時にいろんなこうイリュージョンを見たとかね、そういう話もたくさんありますが、いずれにしても全ての人、今生きている人は全て死ぬ、完全に死にます、いつかですね。そしてどうなる、その後は死者の国から戻ってきてこうだったよって話す人もいませんし、まあそれに似たようなことをされている方がいらっしゃる。それはもうすごい
人気じゃないけど興味ありますよね。だってみんな知りたいもん、死んだ後どうなるかとかね。だからいや死んだらこうだよって、こういう世界でこうだったよとかいう話も聞いたりしますよね。でそしてまあそれにお金が絡んでたりとかまあいろいろあったりするんですけれども、まあわからない。ただそのイエスはどういうふうに言ってるのかなと、当然そこはね興味のあるところですし、そこまで教えてくれないと宗教じゃないだろうという、そういう思いも私たちにあります。しかしイエスはどう言ってるかと、神は死んだ者の神ではなく生きている者の神なのだと言ってる。だから生きている間に神とどのようにつながっているか、それがそちらの方が大事なんだということですね。これはとても大切なポイントになってくると思います。確かにその葬儀最近多いですよ。特に60代以上の方たち、ご自身の葬儀のこと、そして親御さんの葬儀のことどうするか、そしてさらには自分の時子供はどうしてくれるだろうかと、そういう心配もお持ちです。だから今は就活とか行ってですね、その終わりを前もって準備する。そしてまあ多くの方かどうか知らない、一般的にまあメディアが言ってるのは、まあ子供たちに迷惑かけたくないからね、お墓はもう合同葬にするとか、まあインターネットでこうして納骨室に入れてるとしても、もうインターネットで見て拝むとかですね、それからまあ散骨をするとか、もうお墓はあると面倒になるし迷惑をかけるって、子供孫たちにね、だからということで、今そういうまあお悩みといいますか、先のことを考えて就活をされてる方とても多いと思うんですね。ですからそれはもうみんな死ぬんだから、そこの終わりをどうするかっていうのはやはり何らかの準備をしておかないといけないということでみんなしていますが、大事なのは今をどう生きるかということですよと。まあ宗教というものはそこだと思うんですよね。一般的には宗教というとやっぱり冠婚葬祭みたいな感じ、生まれてどうする、そして死ぬ時はどうする、成人する時はどうする、困った時厄年が来たらどうする、お笑いするとかね、だから、初詣それはお寺に行くとか、清めは神社に行くとか、ちょっとお祝いクリスマスは教会に行くとか、でそういうことを、まあ、自然にですね日本ではしてるわけですよね。ただそれは宗教として皆さんされてるわけじゃなくて、やはりその儀礼とか自分の精神的なもの、心理的なものとか、そういったものを求めていると思うんですが、ことその人生の最後についてはね、これは他のどのことよりもとても大切なことになってきますですね。まあなぜかというと、こういう準備をしていてもね、私たちはどのようにして旅立つかっていうのは分からないんですよね。まあ、例えば大病して医者から余命何日と何年とか言われている方もいらっしゃると思いますが、まあその通りになることもあるし、それ全然長生きさ、医者から言われてても長生きすることもあるから、まあいずれにしても死は逃れることはできないということですね。ただイエスはどういうふうに言ってるかと、まあ一つはこれです。一つはこれ、それとここでちょっと話がね大きく分けにそれますが、関係あります。このイエスの考え方、それはですね、もう一枚プリントを用意しました。これは一番上にですね、クララと書いて聖ヒエロニモ年間第26水曜日オミリア2020年9月30日と書いてます。で、私は普通平日はですね、日曜日はこのオーリトスでミサをしますが、この聖堂でしますが、平日、終日はですね、オゴーリ教会の隣にある聖クララ修道院のチャペルでミサをしています。で、そこでも短いお話をしてます。短い御言葉の解説のようなもの、オミリアというんですけれどもね。で、それがここ、これは今朝の、それインターネットに、ホームページに毎週、毎日ほとんどね、載せています。でそこの、まあ、部分をちょっと抜き出してきたんですけれども、またちょっとそれますよ。このプリントがありますよね。
これは天礼暦年といって教会のカレンダーです。で、どうしてね、カトリックの方、キリスト教の方は毎週日曜日に教会に行くの？そこで何してるの？なぜ行かないといけないの？ね、いずれにしても日曜日は礼拝の日ということで、大切にされています。そしてその、実はですね、プロテスタントもカトリックもですね、この暦があるんです。カレンダーが1年のカレンダーが。それを天礼暦年と呼びます。それでこの1年の最初は1月1日ではなくて、クリスマス前の4週間前、太閤節という主の降誕祭を準備するところから新しい年が始まるんですね。そして1年間何をするかというと、その神がなさった人々の救いの歴史と私たち呼んでます。救済史とかですね、救いの歴史。それを1年かかって記念するんです。毎年。ね、キリストの誕生、救い主の誕生、またその前から、そして主が来られて何を語り、どのように生きられたか、そして、それですね、それをずっと毎年記念するんです。その聖書にが伝えていることをもとにしてね。ですからミサの中で必ず聖書の箇所が読まれます。でこれについてはもう天礼暦だけ説明しないといけない、時間的にもね。ただ今申し上げたいのは、その救い主の御業、ね、天の父の救いの歴史を記念しますが、その間にね、その聖人と呼ばれる人たち、教会が、あ、この人は聖者だと、本当にイエスの望みに本当に生きようとした素晴らしい人だと、まあ、聖人ってなったりするわけで、その記念日が間にこう入ってるわけですね。それで1年365日しかないんで、聖人は365人以上います。もう数えきれないね、ローマ法王も知らないことがいくつか、その中の一つは聖人が何人いるかってもわからないね、それほどたくさんいらっしゃって、そしてだからその時に洗礼の時にその聖者の名前をいただくんですけどね。その一応これも第二バチカン公会議の天礼改革で整理されました。すごく分かりやすくですね。そして聖人の日にちも今まであったのがなくなったりとかね、新しく加えられたりとかします。それで今日がですね、9月30日っていうのは聖ヒエロニモという方を記念する日なんですね。毎年9月30日はそうです。ただ聖人のお祝いの日、記念日とか祝日が日曜日と重なると消えます。日曜日が一番大事な主の復活を記念する日ですので、例えば今度10月4日、10月4日はですね、我が愛するアシジの聖フランシスコの記念日なんですよ。10月4日、日曜日なんで消えるんですよね。典礼的にですよ。だから日曜の手術のミサでアシジのフランシスコを祝わないんです。その日に用意された主の御言葉で、年間第27番目の主日を祝うわけですね。ただ今年は特別に9月1日から10月4日までね、全ての命を守る月間と、また被造物を大切にする。で、それを10月4日、アシジのフランシスコ、環境の保護者、ね、ラウダートシー、全ての民を、神を褒めたたえよ、全ての被造物を、うん、ね、たたえた。アシジのフランシスコ、わざとあそこで終わるんですよ。10月4日。ちょうど日曜日と重なったのでね、まあそれはそういいとして、この今日9月30日は聖ヒエロニモ、あまり知られていない聖人ですが、だからこの毎日のミサというこの暦があってね、これは月ごとに発行されている小冊子です。だからこれの9月の最後のページ、9月30日ですからね。でこれにはですね、その聖人を記念するときは短い解説、説明があります。それでここに今、プリントに書いてるのが、これに載ってる説明。さらには毎日の読書というものから取ってきたものですけど、まあそれはいいとして、この方はですね、聖ヒエロニモという方は、紀元340年頃、だから、キリスト教がローマの国教になってもう間がない、間もなくですね。で、ダルマチアという、旧ユーゴスラビア西部の
ストリドンというところに生まれました。でローマで古典を学んで、そこで洗礼を受けました、ね、そして禁欲生活に入り、東方に赴いて司祭に叙階されました。そしてローマに戻って教皇の秘書になったって、当時のダマソ教皇の秘書になって、聖書のラテン語訳ブルガタ訳というね、とても有名な訳です、聖書はギリシャ語ヘブル語でしたね。それがラテン語に訳された。以来ですね、このカトリック教会はこのラテン語の聖書を大事にしてたんですよね。でも原点は、原文はギリシャ語ヘブル語です。そしてまた修道生活を広めました。やがてベツレヘムに移り、困難な状況にある教会のために尽くし、聖書の仲介書をたくさん残した。多くの著作を残してベツレヘムで亡くなっている、420年。だからもう教会の初期の聖人です。その聖人を記念する、だからミサの最初の祈り、集会祈願、皆さんにミサの時に説明しました。その日の典礼は3つの祈願文に表れています。集会祈願、奉納祈願、配慮祈願。今日の今朝の集会祈願はどういうお祈りだったかというと、慈しみ深い父よ、あなたは聖ヒエロニモに聖書を学び深く味わう恵みをお与えになりました。信じる民があなたの言葉のうちに命の泉を見出し、日々生きる力を汲むことができますように。聖霊の交わりの中であなたと共に世々に生き支配しておられる御子、私たちの主イエスキリストによって。いつも集会祈願の結びの言葉は一緒ですが、その前ですね、あなたは聖ヒエロニモに聖書を学び深く味わう恵みをお与えになりました。それで彼はラテン語に翻訳したわけですよね。信じる民があなたの言葉のうちに命の泉を生み出し、日々生きる力をそこから汲むことができますようにと祈る。で、この、まあ、祖先崇拝とか死者とのつながりと関係があるんですが、私たちはこういった聖者の取り次ぎを願います、ね、その聖人、一番皆さんに身近なのは、まあ、洗礼名の聖人でしょうね。その聖人に取り次ぎを願う、助けてとかね、お願い、神様にお願いしてとかね、そういう取り次ぎ、そういう習慣が、伝統がカトリック教会にはあります、プロテスタントではないと思いますけどね、カトリック教会にはその聖人の取り次ぎを願う。だから今日は聖ヒエロニモに聖書の言葉を深く味わう恵みをいただくことができますよね。それを日々生きる、ね、力として、生きる力を御言葉からいただくことができるようにって取り次ぎを願う。素晴らしい日でしょ。そしてミサが言葉の点で感謝の点でが続くわけですよね。それでなぜ今日これを今見てるかというと、今日の福音です。日曜日がいつも箇所が読まれる箇所は違うように、平日も違います。で、今日は、福音はルカ福音書の9章57から62、これも聖書ありますので開いてみましょう。今度はルカ福音書の9章です。マタイ、マルコ、ルカです。3番目ね、3番目の福音書。9章の57から62。新共同訳、このコピーしてる、プリントしてるのは新共同訳です。同じテキストです。そして私このブログではですね、時々本田哲郎神父の訳、小さくされた人々のための福音という、これをまあ参考になる時があるので、それも書き加えることがありますが、今日も加えてます、本田訳をですね。ちょっと読んでみますね。今日の箇所、ルカ福音書の9章57から62。一行が道を進んでいくと、イエスに対して、あなたがおいでになるところならどこへでも従ってまいりますという人がいた。イエスは言われた。狐
狐には穴があり、空の鳥には巣がある。だが人の子には枕するところもない。そして別の人に、私に従いなさい、と言われたが、その人は、主よ、まず父を葬りに行かせてください。お父さん亡くなったんでしょうね。まず、父を葬りに行かせてくださいと言った。イエスは何と言われたかというと、死んでいる者たちに自分たちの死者を葬らせなさい。あなたは行って神の国を言い広めなさい。また別の人も言います。主よ、あなたに従います。しかし、まず家族に糸まごいに行かせてください。イエスはその人に言います。隙に手をかけてから後ろを顧みる者は神の国にふさわしくない。ね、隙っていうのは、畑を耕すときに、こう隙、後ろ向きにこうね、引いていく。その時に、隙を引くときは後ろを向いたら歪んじゃうわけよ。うまくいかない。だから、私の田舎もですね、実家の前と後ろに少し畑がありまして、父と母を耕したりして、隙もこうしてきれいにまっすぐ、畝がまっすぐできるんですよね。うわーと思ったらね、聞いたらね、やっぱ一点を、視点を定めて、そこを見ながらまっすぐ引くんだって。ね。その、キョロキョロしてたらダメ。そう。だから、これは、隙に手をかけてから後ろを顧みる者は、神の国にふさわしくない。ここにも、ほら、今、葬るって言葉、葬式のが出てるでしょ。ね。で、本田訳はどういうふうに訳してるかっていうのをね、ちょっと見てみたいんですよ。それはこちらのコピーの方に、私、タイプしています。この本田訳の聖書はですね、典礼では公式に使うことはできません。参考として使っています。で、本田さん、本田神父は本田神父で込み出しをつけているわけですが、この箇所に、まあ、新教訳は弟子の覚悟という込み出しをつけてますが、本田神父は、戻っていける身分や家族への依存を捨てようと。ね。こだわるな、依存するな、ということです。まあ、それは置いといていいと思います、見出しはね。本文をどのように訳しているかというと、一行が道を進んでいると、一人の人がイエスに、あなたが行かれるところならどこへでもついていきます。どこへでもついていきますと言った。するとイエスはその人に、狐には穴があり、空の鳥にはねぐらがある。しかし人の子には頭を横たえるところもないのだ。と言った。イエスは他の人に私についてきなさいと言った。するとその人は、主よ、家に戻って先に父親を見送ってからにしてくださいと、ね。するとイエスはその人に、死者を見送るのは身内の死者たちに任せたらいい。あなたは行って神の国を告げ知らせなさい。まあ、冷たく聞こえる言葉ですけどね。また別の人が、主よ、あなたについていきます。でもその前に、家族に別れを告げさせてくださいと言った。するとイエスはその人に、隙に手をつけてから、後ろに目を向けているようでは、神の国にしっかり取り組んでいるとは言えない。と言った。この訳は、まあ、わかりやすい。ですね。しっかりと見ないと、ね、隙、振り向いたりするとダメだよ。それを、そこにしっかり、神の国っていうものを見据えて、ね、キョロキョロしてる、ちょっといろんなことに煩わされたりすることは、しっかり取り組んでるってことにはならないよ、とイエスは言ってる、ということなんですね。さて、時間がすごく経ちましたが、このことを踏まえてですね、一つはイエスの、言葉、マルコ、多分、確かマタイもルカも伝えていると思うんですが、神は死んだ者の神ではなく生きている者の神なのだという言葉。そして、死者を見送るのは身内の死者に任せたらいい。あなたは行って神の国を述べ伝えなさい。これイエスに従って一緒に歩んでいる者、または従おうとしている者にイエスはそう言うわけですよね。そこで、このように考えます。今朝知ったニュースですけどね、私。
元総理の葬儀、昨年亡くなられたね、ある日本のもう有名な総理大臣の合同を追悼しようと2億円ぐらいかけてって話が出てニュースで税金使ってよ私たちね。まあそれはそれとしてですね、ちょうど私このずっと葬儀のこととか、まあ他のこともあってこの1週間よくこの葬儀のことを考えてた。そしてまたこのコロナ禍にあってね、教会もいつものような葬儀ができなかったり、そしてまた一般的には家族葬というものがコロナでなくてもそういう傾向にありましたよね、いろんな理由で。で教会でももちろんそういう社会の流れは教会も社会にありますから、そういうふうになって教会でももう皆さん知らせないで、教会ではですね、誰か亡くなったってあったら皆さんに一応そこの信者の方に連絡網というのがあってお知らせするんですね。で親戚とかそういうよく知ってるとか関わらずみんな集まって、できるだけ集まって一緒にお祈りしましょう、ご遺族の慰めにもなりますということで、そういうことをするんですよ、カトリック教会ではね。でもそれも信者の方もご自身ももう神父さんいいも連絡しないでね、もううちだけでしたいっていう方が本当に増えてますね。私は一応進めます。まあ教会はご遺族の意思をまず お聞きしてですね、そのご遺族の望まれるように執り行うようにはしていますけれども、多いですね、家族葬も知らせないで。でも葬儀とか準備するために4、5人どうしても必要なんで、教会のそういう係の方とか役員の方来ていただいて、準備してお祈りをして、そして、火葬するという流れ、それが最近多いんですよね。その元にあるのはやっぱり迷惑をかけたくないとか、ね、そして、まあ、知られたくないとか、そして、まあ、いろんな理由がありますよ。そして葬儀もここにこう書きましたけどね、死の危険がある場合お知らせしてください、準備があります。そして死の危険がなくてもね、長く入院されてる方とか、そういう方、カトリックは教会はね、司祭が訪問するんですね。訪問して、そして一緒にお祈りをしたり、病者の問うという特別な祈りもあります。そしてご聖体をその時持って行って、キリストの恩からだと言ってこう食べるんですよね。そういうことで元気づけられる、確かにね、そういうことをしています、伝統的に。ですからコロナ、イタリアでも北イタリアで爆発的に最初始まった時に教皇フランシスコも呼びかけたんですよね。僕はびっくりした、神父たち行きなさいと、ね、言って、あれは 何のためかというと、旅立ちの時に司祭が立ち会うんですよ、伝統的に。だから昔はね、夜中でもいつでもね起こされてた、神父さん来てください、もう亡くなりそうですと。そして司祭が行って、まあ、お祈りをして、そしてその見取るということもよくあった、私も若い時はありましたね。でも今は前もって、さっき言ったこの旅立ちの準備を前もってしているので、まあそれが理想です。だから本人が、まあ、その今はの時じゃなくてまだ意識もはっきりされてたりしてる時に準備をします、ね、だから亡くなられた時はもう日が昇ってから連絡があったりするしますよね。今はもう真夜中とかに連絡があることはほとんどありません。そしてできるだけ前もって、この方はこの病院にいらっしゃる、自宅療養されてる施設にいらっしゃるということをね、それもなかなか今は情報、個人情報ということで全部を把握しているわけではありませんが、まあ、そこはまあいい意味でそういう伝統残ってますので、信者さんが知らせてくださったりね、そして信者の方と一緒に訪問したりもします。でそういうことがありますので、今はの時じゃなくて前もって、そして特にね、お年寄りの時、高齢の方で信者の方の場合ね、私主催として本当に話しやすいんですよ。じいちゃんもう旅立ちの準備しようかって、ね、おばあちゃんもうちょっと天国行く準備しようか、手伝うけんとかってね、だからお願いしますって言って、そしてこう準備をしていくわけ。
そのことがまた当人のその心の平安になったり、まあ、病気の場合その病状が良くなったりとかね、そういうことにもつながっていったりします。確かにね。だからまあカトリック教会はそういうことを大事にしてるです。それで、昔はね、周囲の秘跡と終わりの油、もう神父が来たらもうダメダメかってね、そういう時代がずっとあった。でもそれも公会議の後改革されて、描写の問い、描写のための祈りということで、ね、少しお元気な時に行ってお祈りするということですね。だからでもなかなか公会議といってももう50、60年前のことでしょ。まだまだそこの意識は変わってませんから、あのまだ神父呼ばなくていい、まだし俺はまだ死なんて言ってね、そういう方は実際にいらっしゃいますけれども、あのできればどうぞ前もってお知らせくださればと思います。そして亡くなられたら電話くださって、そして大抵教会とご遺族の方と斎場の方、とでこう時間の調整とかね、その形の打ち合わせとか、基本的に教会でするその通夜、それから葬儀、その聖堂とか教会の典礼については、あの教会が全部そこをするようにしていますね。そしてまあその時間とかいろいろあります。それから火葬に行きますよね。だから火葬までついていく場合もありますし、ついていかない場合も、司祭がねありますね。で住職の方はあそこまで火葬場まで行かれますね。そして最後お経をあげたりして、だから信者の方もそれ見られてるんで、やっぱ神父さん来てほしいということで、私は基本行くようにしています。最後の祈り祝福して、そしてまあ収骨は参加しませんけれども、そこでお別れしますけどね、そういうことをまあしています。であと埋葬はそれぞれ納骨堂とかお墓とか墓地とか、また四十九日とかいう習慣がありますが、でも教会はですね、そういうものは一切ありません。亡くなられたら何日目とか何時間とか、そういうの亡くなられたらもうそういう意味ではもう永遠の世界ってことですから、まあそれは社会の通念に従って、まあ、四十九日五十日ぐらい経ったから納骨しますという方ももちろんいらっしゃいます。それは親戚とのこととかいろんなありますよね。だからカトリック教会は結構ですね、自由です、この葬儀通夜に関してはですね。そして基本的にご遺族の方の意思を尊重します。先ほど申し上げたようにおすすめはしますよ、いろんなこと。もう教会から旅立つのがいいってね。で昔はここも金はあったみたいですけど、葬儀の時出棺の時は金が鳴るんですよね。大名町の天神のど真ん中の教会でも葬儀の時はそこ金が鳴るんですよ。ホークスが優勝した時だけじゃなくてね、それからウェイティングベル結婚式の時も鳴らしますよね。金はいいですね。だからそういうことです。それからあと気にされるのがあれですね、費用のことです。で、通夜葬儀ね、いくらかかりますかっていうことですが、その教会はですね、基本すべてお金は献金という形で動いてますので、何々料とか。定価とかね、これはいくらとかそういうのはないんですね。でもその目安は決めてます。そうしないと、あちらはいくら出したみたいよと、ね、あの時はすごかったみたいよとか、でそういうのでもみんなそういうところで気遣ったり心配されるので、一応目安はこれですと。でも貧しい方、出せない方もいらっしゃいます。その時はお気持ちでいいですよということ、定額を決めてはいません。それは決めてはいけないし、決まってません、どこもね。でも目安っていうのがあるんで、そういう時は尋ねられたらいいと思います。で埋葬後ですね、亡くなられた後は命日を大切にします。つまり新しい世界に入った旅立ちの日ですね、栄光の日ですね。ですから命日にミサを、その方のためにまたその意向でミサを捧げていただくとか、だからまあ命日祭とか記念の集いと呼びます。で司祭に来ていただいて、まあご自宅で一緒に祈りをして、食事をしても時間が許せばですね、そういうこともしたりしていますですね。そういうまあ簡単に具体的な流れを話しましたが、そこで、今日のまとめですけれども、先ほど読んだこの今日の御言葉ですね。
マルコ福音書には、神は死んだ者の神ではなく生きている者の神だって言葉があります。そしてこのルカ福音書には、死者を見送るのは身内の死者たちに任せたらいいと。冷たく聞こえるけれども、今考えてみたらですよ、今そうしてるわけよね、もう身内だけでって。でイエスはそうせろと言ってるんじゃなくて、その私に従うということはそういうのをしなかったりやめたり他のことをして私に従いじゃなくて、つまり神の国を見たときにそこに全部含まれてるよという意味なんです。イエスに従うということは、これはね、多くの場合勘違いされて、イエスに従うっていうのは持ってるものを捨ててしまわないといけない、人間関係も切らないといけない、ね、その親が死んだときにも死に目にも合えない、そういうのも無視してついていかないと弟子ではないって言ってるんじゃないんです。神の国という視野で見たときに、ね、イエスに従うということはそういうものすべてを神の視点で見ていくということです、ね、ですからそれをイエスは言ったと思うんですよね。ただ現実に生きている私たちはやっぱり形がありますから、どうしてもどうしたらいいかどうしたらいいかっていうのが出てくるので、こういうふうな指針とか Q&A が出てくるわけで、これも絶対的な回答ではないんです。その根本にある人を大事にする、今このね、手に隙をかけてからというこの話のすぐ後にルカ福音書はね続けています。マルコの方か、何が大事かと、最も重要な起きて人を愛する、大切にするということですね。全てがそこに基準があるということです。ですから葬儀にしてもイエスについていく生き方にしても何にしても大事なのは、自分を大切にするように人を大事にする、そのことが神とのつながりを大事にすることです。全てはそこにあると、根本、これは大きなヒントになると思います。今コロナ禍にあって、そしていろんなことができなくなって、その中の一つにこの葬儀のこと、通夜のこと、またその前の病人訪問も今できません。だから先ほど言った訪問して祈りをすることもできない、ないないない尽くしの中で何をしたらいいのかって、それは全て私たちは神の国の中にいるイエスの思いで生きてほしい。だからその形がなくなっても何が残るのかっていうことが今すごく問われてると思うんですね。これは本当に大きな教訓だと思う。葬儀一つにしてもこう形にこだわるとかね、私もいつも気になる花にこだわるとか、葬儀に行くのに花を見に行ってるのって、あの人の時の葬儀はすごかったねって、花がいっぱいあったもんって、城だけはなかったよって、いろんな珍しい花もいっぱいあったよって、何を見に行くわけ、亡くなられた方を弔うために行くわけ。だから私今7年こちらに来て7年ですけれども、もう葬儀もたくさんしてきましたが、その中で一つ、まあいろいろ印象に残っている葬儀あります。その中で最も印象に残っている葬儀は魚利教会でした葬儀、それはチャペルで聖堂でした。花はない、一輪だけです。写真があって、棺の周りも何も飾りはない、その方がいらっしゃる、もう素晴らしかったと思う。だってそういうセッティングの中でみんなは何を考える、その人のことを思うでしょ、写真を見て。でさらにはね、写真もどうかなと私思うんですよ。お骨になったら写真セットでいいと思うけど、そこにご遺体がいらっしゃって、皆さん喧嘩をされて、または証拠もできるんです。カトリック教会でもね、できるんですよ。その時に皆さんね、多くの方は写真を拝んでる。あれはそのセッティングの問題もあると思うけれども、献花台、昇降台が前にあって、写真があって、その向こうにご遺体が、まあ、縦向きか横向きかにあるんでしょ、ね、皆さん花を手向けて、または香を上げて写真を拝むかっていう話なんですよ。本当にそこにいらっしゃる、そういう意味ではあそこに写真はない方がいい。
ね、もっとその斎場はね、奥に写真があったり、そして最近は映像を流したりしてます。でも手前にあるんで、必然的に皆さん棺、そしてご遺体を見ます。教会はね、ちょっとあそこは考えた方がいいかなと本当に思いますね。もうそこにいらっしゃる、そして開けて、そしてお顔をね拝見して、ありがとうございました、お世話になりました、ごめんなさいとか、いいよとかね、永遠に幸せ、安らぎ休んでくださいと、その方に向かってお話しすることができますね。だからそこのところを、やはり何が大事なのかということを見直すいい機会だと、ね、だから先ほどちょっと皮肉を込めて言いましたけれども、2億円かけて去年旅立った方の、もう されてるんですよ葬儀は。もうそれをまた合同の何かをすると、このコロナ禍にあって、何気持ちはどこにあるのか、気持ちはどこに向いてるのかということ、それが他のことでもそうだと思います。今日は葬儀のことを中心に、まあ、イエスの思いを紹介させていただきました、参考になさってください。そしてこういう具体的なものもね、参考にされたらよろしいかと思います。それでは終わりに、マリア様に取り次ぎを願いましょう。私たち、特にこの聖書が伝えてくださっている主の御言葉に接して、それを深く味わい、そして日々の糧とする、ね、ことができますように。父と子と聖霊の御名によって、アーメン。アベマリア、恵みに満ちた方、主はあなたと共におられます。あなたは女のうちで祝福され、ご体内の御子イエスも祝福されています。神の母聖マリア、私たち罪人のために、今も死を迎える時もお祈りください。アーメン。主は皆さんと共に。全能の神、父と子と聖霊の祝福が皆さんの上にありますように。アーメン。質問がありましたら、どうぞホームページの方にアドレスありますので、お待ちしています。